こんにちは、矢田部コーチです。今日は滑らかなボールコントロールをするためにというテーマで何個か練習を紹介したいと思います。それではやってみます。どうですか？最初は利き足でいいので自分の得意な方の足でボールをコントロールしてみましょう。最初はゆっくりやってみることをお勧めします。ボールを動かして止める、動かして止める、一回一回ボールを確認しながら練習してみましょう。それでは今度はスピードを上げてやってみたいと思います。慣れてきたら片足でリズムを取りながら軽く小刻みにジャンプをしながらボールコントロールをしてみましょう。できるようになったら反対足もチャレンジしてみましょう。ちょっとやってみます。最初はゆっくりいきましょう。慣れてきたら早く行きます。どうですか？これはお家の中でも椅子に座った状態でもできる練習なので、お母さんに怒られない程度にやってみましょう。次は複雑なステップを入れたボールコントロールになります。これも最初はゆっくりやるのでゆっくり試しながら徐々にスピードを上げていきましょう。それではやってみます。どうですか？ 1,2,3 のリズムでボールを動かしていきます。3のリズムの時に反対の足でまたぐという動作が入ります。外側から内側にまたぐ動作が入るのでちょっと難しいんですが、ゆっくりやりながら練習していきましょう。こんな感じです。またぐ動作の時は意識してほしいポイントが一つあって、足ももから下で足を大きく回すというよりは膝から下を使ってボールをまたぐようにしてみましょう。それではチャレンジ待ってます。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。これからも動画配信していきますので、チャンネル登録と高評価ボタンでクラッキーチャンネルを応援してください。よろしくお願いします。